向こうに何か変なものがあるみたい。見に行かないの？見に行かないの？切りました。
のイカズチ。スタート。
頑張れ。もう一息だ。なかなかやるな。さすが旅人。外界の深部にいる執行。外界の深部にいる漆黒の巨大クジラ。もうすぐ三五宮様との約束の日だ。そろそろ出発しよう。準備はできたかな？まずは渡墨島の軍営に連れて行ってあげるよ。それから三五宮様のところまで行こう。もし途中で船酔いしたらすぐに僕に言ってね。でも君は南十字戦隊にいたことがあるらしいから大丈夫だと思うけど。よし、じゃあ出航だ。
行こう。次の目的地。召喚に応じ参上する。何の御用？あなたの運命はすでに我が手中の糸が絡め取った。
ここが僕たち渡墨島軍隊の訓練営だ。今ある抵抗軍はほとんどが渡墨島本土の兵士によって構成されている。一部の人はタタラスナで幕府軍と正面から戦い、もう一部の人は渡墨島で民の安全を守ってるんだ。鉄兵も昔ここで訓練してたのか？うん、でも残念なことに教官が前線に出ることを認めてくれなくて、タタラスナの戦いでは後方で雑用をしてたんだ。僕はしばらくここにいるから、何か用があったらここに来るといいよ。もし僕がいなければ書き置きでも残しておいて、それを見かけたらすぐに君を探しに行くから。ああ、しまった、もうすぐ三五宮様との約束の時間だ。今度また君に渡墨島を紹介するよ。今はまず三五宮まで行こう。三五宮、それって三五宮ここみが住んでるところだよな。行ってみようぜ。高すぎるよ、こんなの渡れない。何はともあれ、兵糧は最重要事項です。少しの過ちも許されません。我々と幕府軍の衝突が日に日に激しくなっている今、いち早く後方作業の安定化を図る必要があります。は、再考してみます。ご安心を。以前手に入れた物資もありますので、軍隊の拡張も進んでいますよ。人手不足だった頃は苦労をかけましたね。これからは形勢も良くなっていくでしょう。軍隊の拡張？それは良かったです。今回は一体どなたが背後で支援してくれたかは知りませんが、本当に助かりました。ん？鉄兵じゃないか。お前、渡墨島に戻ってたのか。その方は？三五宮様のお客さん。僕は彼を渡墨島に連れてくるためにここに来たんだ。それってまさか最近軍隊の中で噂になってる無限の力を有し、放つ矢は百発百中、そして体は金剛のように硬い、あの新人か？なんでそんな噂があるんだよ。お二方とも遠路はるばるお越しいただいたからには、きっと何か急用があるのでしょう。これ以上私が邪魔をするわけにはいきません。今度また時間があれば私のところにお茶でも飲みにいらしてください。では三五宮様、私はこれで失礼します。三五宮様、先ほど大久保の兄貴から支援という言葉が聞こえましたが、一体何のことでしょうか？少し前にある方から手紙が届いたのです。その方は
渡積島の構想を支援するために大量の物資を送り届けてくださいました。そのおかげで我々はやっと兵力を確保し、幕府軍と正面から立ち向かうことができるようになったのです。私も疑念を抱いていますが、ただ渡積島の資源はあまり豊かではないので、この物資は確かに渡りに船とも言えるでしょう。相手側の要求もどうこうしたものではありませんでした。ただ我々に全力で幕府軍に抗ってほしいようです。彼らの目的が何であれ、少なくとも目的は同じです。ここは一旦表に出るのを避けたいと思っている盟友ということにでもしておきましょう。もちろん警戒を完全に解くわけにはいきません。もし何か異常を見つけたらすぐに私に報告してください。サンゴノミヤ様、前線への食料供給も良くなるのでしょうか。何日か前に負傷兵営に行ったら、仲間たちが焼肉を食べたいと騒いでました。ご安心を、もう手配してありますよ。これで焼肉をお腹いっぱい食べられるでしょう。もちろんお酒は許しませんが。よかったです。あなたたちにも苦労をかけてきましたね。メガリレーが発令され、それに抗うために反乱を起こしてからというもの、軍隊の献立はいつも似通ったものになっていました。今後は私も広報勤務部隊と相談し、その点について改善をします。しかし我々の物資は有限ですので、勝利するまではもう少し我慢してください。じゃあメガリレーはいつ終わるんだ？その質問は私にも答えられません。メガリレーの発令はもともと奇妙なものでした。天領奉行も将軍様も態度が少し変だったのです。天領奉行が突然メガリレーを実行し始め、将軍様もメガリレーがもたらす戦争に目をつぶっていました。それらの謎を解き明かさなければメガリレーは終わらないでしょう。しかしこれだけは保証できます。メガリレーがある限り私たちは抗うことを諦めません。今一度確認させてください。渡積島と抵抗軍の現状について全てを理解してなお私たちと共に戦ってくれますか？わかりました。ではこれよりあなたを正式に渡積島特別行動隊メカジキ2番隊の隊長に任命します。メカジキ2番隊？あのメカジキの名を冠する特別行動隊のことですか？特別行動隊に加入するだけでも困難なのに一気に隊長になるなんてすごすぎます。掟破りの任命ですが、あなたの英知、勇気、力は隊を勝利へ導くことができると信じています。やったー。じゃあいつ就任式をやるんだ？メカジキ2番隊は現在本島南西の山岳で待機しています。近頃は浪人が騒ぎを起こしていますので、後方の安定化を図るために特別行動隊に出向いてもらっているのです。委任状はすでに用意してあります。彼らに見せてください。そこの浪人も一緒に片付けてくれると助かります。特別行動隊にいる者は皆渡積島の精鋭です。少々おごり高ぶるところもあるかもしれませんが、あなたなら彼らの信頼を得られると私は信じていますよ。じゃあ僕は、サンゴノミヤ様、僕に何かできる作戦などはないでしょうか？僕も抵抗軍に貢献したいです。もちろんありますよ。後ほど手配します。任務を完璧に遂行することを約束します。君はメカジキ2番隊の隊長になったけど、僕も君に負けないぞ。おお、気をつけていけよ。無理はしないようにな。じゃあオイラたちも
発しよう。あなたが新たにメカジキ2番隊の隊長に任命された方ですね。三五宮様からすでにお話は聞いています。軍でも以前からあなたについての噂が出回っていました。委任状の確認も終わっています。ですがまだ一つ懸念が。ん？何か問題でもあるのか？簡単に言えばあなたが従う価値のある方かどうかです。それってどういう。普段であれば直接戦ってみればそれで終わる話なんですが、今はちょうど絶好の的がたくさんあります。ここに来たのは近頃騒ぎを起こす浪人のせいなんですよ。もしそれら浪人を片付けられれば、私たちもあなたの実力を認めましょう。おう、オイラたちの実力を見せてやろうぜ。
れたようだ。行け。断罪の名によ。やりますね。噂ほど誇張されたものではありませんでしたが、それでもすごいです。自己紹介しましょう。私は光徳、メカジキ2番隊の代理隊長を務めています。こちらは義久、隊にいるベテラン兵です。ただいまより隊長の責務を正式にあなたへお渡しします。メカジキ2番隊、いつでも準備は整っています。襲撃を受けた場所は主に2カ所あります。ここの浪人たちはすでに隊長が片付けましたので、残るは本島の東にある浅瀬ですね。しかしあそこは浪人の数がとても多く、先ほどのものより手ごわい相手ばかり。そうだな、渡辺島と幕府軍はまだ戦争してるんだ。こんな悪い奴らに騒ぎを起こしてもらっちゃ困るぞ。
下に眠る宝よ。命を捨てに来たか。悪くない品だ。
嫌なことを思い出してしまった。浪人がいっぱいいる。これはまだ一部に過ぎません。近くにまだ拠点が2つあります。どの拠点を攻めても他の2つの拠点にいる浪人の存在が不安要素となるでしょう。彼らは支援に来るか逃げるか自由に選択できますので。それは隊長に危険が及ぶ可能性が。隊を分ければ隊長の護衛が減ってしまいます。少々不安が。おお、オイラたちがこれくらいで傷を負うもんか。わかりました。では、彼らを一網打尽にした後、またここで合流しましょう。